ルンビニは、ネパールの南部タライ平原にある、小さな村。仏教の開祖、釈迦の生まれたとされる地。仏教の四大聖地の一つでもある。1992年から94年に行われた、発掘調査は、寺院の解体修復工事に伴って、ルンビニー開発トラストの要請で、全日本仏教会が行った。 寺院中心部から7 0ンチ4 0トル厚さ1 0トルのマーカーストーンが発見され、阿蘇家王による石中の混流以前から、釈迦の生誕地を示す標識として置かれていたとも考えられる。寺院は当初より東西2 6ル南北2 1ルの外壁に囲まれ、発掘で6基にわたり増改築がなされていたことが判明した。 遺物では、銀や、銅の貨幣、装飾レンガ、ガラスや、水晶の玉類、石柱の破片などが見つかった。マーヤーデービージーンを中心に、アショウカ王が巡礼した時に混流された、石柱、釈迦が産湯を使ったという池などが残る。巡礼者で賑わっているが、特に12月から1月にかけて多い。 1997年にユネスコの世界遺産に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。仏典に伝えられるところによれば釈迦のこの世への現れは以下のようであったとされる。釈迦は母親のマヤ夫人がお産のために実家へ里帰りする途中にルンビニの花園で休んでいた時に 婦人の秋の下より姿を現し誕生した。釈迦はこの世へ出て、すぐに七歩歩いて、右手で天空を指し左手で大地を指して、天上殿下由比が独尊と声を出したという。生後一週間で、聖母は亡くなり、母の妹、マカハジャハダイにより釈迦は養育されたという。ルンビニの地名は、多くの文献に記載され実在していたことは、確認されたが、 具体的な位置は長く忘れ去られており、ブッダを伝説上の人物とする可能性も語られていたが、1896年にインド考古局のアーロイス・アントン・フィーラーの発掘調査により、ブッダ生誕の地を証明する遺跡が数多く発見された。まず、フツシャリ島から黄金のシャリ王妃から人骨が発見された。さらにマウリア朝、第三大王で仏典にも、 仏教の被護者としてしばしば名前の記載される、足尾家王が、ブッダがこの地で生誕したのでルンビニ村の祖税を軽減する、と刻ませた石柱が発見された。この地がルンビニであり、釈迦が史実の人物であったことが証明された。整備されつつある、聖園地区、釈迦の生誕地の周囲を聖地公園として整備する。 ルンビニシャクソン製探知制域計画が立案され、1978年に日本の建築家、丹下健造がマスタープランを作成。現在もこの計画に基づき整備が進められている。この聖地公園整備計画は国際連合の元事務総長であり自らも仏教徒であるンとの提唱により開始され、仏教の広まっている国々から様々な人員、 仏塔などが建設されるも建設途中や造成中の建物、未整備な土地が多い。2011年にはネパールで首相を務めたプラチャンだが、ルンビに開発国家指導委員会を設立して、国連と中華人民共和国のアジア太平洋交流協力財団の支援を受けて、ルンビに特別開発区構想を推し進めた。聖域内には、 世界各国の国名を名乗る寺院が林立している。中華寺、ドイツ寺、ミャンマー寺などである。ただし、必ずしも、その国名が、国家、または、当該国の仏教会を代表しているわけではない。例えば、日本寺、世界平和仏社里島も存在するが、運営主体は、日蓮集計の日本、山妙法時代奏賀である。 ネパールインド国境の町巣の売りに近く、乗り合いバスや、リクシャーなどで15分ほどの隣町のバイラワでバスを、乗り継ぎ1時間程度。カトマンズからバイラワへは、航空機、または長距離バスで、アクセスできる。チトワンからはバスで4時間半で、バスの便は始終発着しているため、校舎と共に、同じバス停で乗り継ぐことができる。聖域は、かなり広大なので、 一巡するにはリクシャーをチャーターするのが一般的だがレンタサイクルもある。聖域周囲には高級ホテルから安価なゲストハウスまで宿泊施設があるがシーズンには人気のある宿は満室近くなることが多いが多くの宿は空き室が多い。また宿泊できる寺院も多い。周辺は蚊が多い。周辺は治安は悪くないものの交通の便は 航空便が少ないなどよくはなく、主な移動手段はバスになる。観光客や巡礼者のための設備は宿、レストランとも十分であるが、高級な設備は少ない。また、周辺地域住民は、ヒンドゥー教徒が一般的で、公園も開発途上であり、観光資源として活用されているとは言い難い。2008年頃の正常不安時にはゲリラが各地に出没するため、 ルンビニ方面へ行くバスが出ていないこともあった。飛行機は飛んでいたものの飛行場からホテルまではバス、タクシーはゲリラの標的にされるため陸車で2時間かけて行くしかなかったが現在はそういうことはない。ウィキメディアコモンズにはルンビニに関するメディアがあります。ウィキトラベルにはルンビニに関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。